おい、どういう状況だこれは。ベニカさんが、死んじゃった。いやだから状況を説明しろ状況を。なんかベニカさんの声が聞こえるんだけど、幻聴だよね。って、ん？じゃあ悪霊だ。誰が悪霊じゃ。なんだベニカさんか。びっくりさせないでよ。いやだからどうしてこうなったのか教えろや。なんか私白目向いて倒れてるし、禁断じゃなくて気絶してるっぽいんだけど。あ、それは、私の美声で粛清ロリ神レクイエムを歌ったら感動して倒れちゃったんだよ。原因がわかったわ。成人男性のあんなきつい歌と踊りを見せられたらこうなるわな。失神までするほどだったの？そうよ、私こんなくだらないことで死んじゃうの？私も警察になんて説明すればいいのやら。とりあえずマダ君のことは呪い殺してやるから。なんでだよ。腕がもがれら蹴り殺す、足がもがれら噛み殺す、首がもがれら睨み殺す、目がもがれら呪い殺す。メンヘラ気のなるとやめてね。まあ、その時はちゃんと葬式するから許してよ。弔いの言葉も少し思いついたよ。そんな一瞬で思いついていいものじゃねえよ。なんでもっとベニカさんのことを知ろうと思わなかったんだろう。フリーレンの名シーンを怪我すな。てか、私これ魂が抜けてるってことよね。ああそれなら魂を戻せばいいのか。そんな簡単なことじゃないでしょ。魔法使いじゃあるまいし。いや、それならいいものがあるかも。少し改造も必要だからちょっと待ってて。嫌な予感しかしないのだが。お待たせー。都合の良い速さ。なんか聞き覚えのある音が。掃除機。いや、ちょい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 。まさかあんたそれ。これでベニカさんの魂を吸うんだよ。どこのルイージマンションだよ。改良を施して逆流できるようにしたからベニカさんの魂を吸って口に突っ込んで逆流させるんだ。いや、それ普段使いしてるやつだろ。しかもさっき掃除してるの見たぞ。ちゃんと清潔にしたのか？いや、それは時間がなくて。掃除機うるさくて聞こえないんだけど。ちゃんと綺麗にしてからやりなさいよ。そんなこと言われても、さっきよりベニカさん薄くなってるんだよね。汚いのだけは嫌。なんか掃除機がおかしくて。私はそのヒポルターガイストが使えるようになった。どうも皆さんこんにちは、狂人 M のマダーです。ヒポルターガイストで電気チカチカさせるの楽しそう。ベニカちゃんだよ、よろぴこ。ということで今回はノベルゲーム実況やっていくよ。前回ノベルゲームやったのが4ヶ月前になるのかな。この動画でも変な茶番が最初にあったな。今回やっていくノベルゲームはこちら、デコレートデコレーションだよ。可愛い女の子と可愛いタイトルね。でも大抵マダ君が選ぶ可愛いゲームは闇が深いメンヘラ系かヤンデレ系なのよね。その通り。まあ、どんなゲームかは実際にやってみようか。てかマウスカーソル火の玉なの可愛いな。それではゲームスタート。わわ。あなたは死んでしまった。開始数秒でゲームオーバーですか？マダ君の存在が原因ってことね。ついにゲームにも存在が否定された。あなたはとあるアパートの前で目を覚ました。どうやらゲームオーバーではなかったみたい。いやまあそれはそうでしょう。そうしてあなたは、あなたが死んでいることを理解した。主人公は死んでしまったタイトル画面の女の子なんだ。幽霊になったってことね。一体なんで幽霊になったのかしら？それをこれから解明していくとか？マダ君の粛清ロリのせいじゃ。なわけあるか。これからどうしたものかと思ったが、あなたは、悪いことをしたことがないのだから。きっと、天国に行けるはずだ。私も今なら天国に行けるよね。天国でも地獄でも受け入れてくれないんじゃないかしら？不幽霊ルートまっしぐらじゃん。まあ悪いことをしてる自覚がない可能性もあるから天国に行けるかはわからないわよ。と、決して疑わなかった。アパートを見上げて、あなたは思い出す。この子が住んでた場所だったのかな？君に、会いに来たのだった。君？何やら男の匂いがするな。君は、背が高くて、大人っぽくて、頭が良くて、ちょっぴりいたずらしても。特徴完全に私のことじゃん。まなくだろ。ため息をつきながら、許してくれる。クールぶりやがって、私だったら美少女にいたずらされるのはご褒美だよ。ため息じゃなくて荒い鼻息が聞こえそうね。優しい。あなたの、大好きな人だ。生前に好きだった人がいたのに亡くなった。悲しいわね。何か未練とか残りそうだよね。あなたは、天にも昇るような気持ちで。いやもう天に昇れちゃうのよ。錆びついた階段を登った。この女の子の住んでたアパートじゃなくて好きだった男の子の住んでるアパートに来たってことかしら？君の家の呼び鈴は、音が出ないからどんどんと扉を叩く。幽霊でもいそうなボロアパートだね。
幽霊になっても扉って叩けるのかしら？あら。でも、君にはあなたが、見えていなかった。霊感ビンビンボーイではなかったのか。君があなたに、気づかないことなんてなかった。あなたは急に、天国に行くのが怖くなった。どれだけ天国がいいところでも、君がいないのなら、そこは地獄より恐ろしい。詩的な文章ね。確かにアニメが見れない天国なら、そこは地獄だよ。止まった心臓が、ざわざわする気がした。ざわざわ。怪獣じゃないからな。体の奥底で、めくれ上がる皮膚の下で、魂と呼ばれているものが、君を求めている気がした。なんだか頭がクリアだ。会いに行けないなら、会いに来てもらえばいいだけだ。会いに来てもらうってどういうことだ？きっと君は、笑ってくれる。天国の扉が開く前に、君をこっち側へ連れてきてみせる。それって彼を殺すって、こと？大好きな君を、殺してみせる。ということで始まったみたいだ。物騒な目的のゲームだな。どうして君には私が見えないんだろう。この子の名前はあなた。明確に名前があるわけじゃないのか。霊感とか、いるのかな。まあ普通に暮らしてて幽霊なんて見ないからね。わかんないや、とにかく殺そう。そんな下ペロで言うセリフじゃないけどな。どうやら私たちは今から彼を殺さないといけないみたいだね。また粛清ロリ髪を取れば。いつまで言うのそれ。物に触ったり、君に話しかけたりして君をこっちに連れてこよう。君っていうのは男の子のことかな？あなたと君ってややこしいわね。でも名前より雰囲気あって好きよ。でも、触ったり、話したり、現世に関わるととても疲れる。一週間に一度が限界だ。天国の扉が開くまでは多分49日ある。君が前に教えてくれたことだ。49日。不吉な数字ね。一週間に一度の行動だからちょうど7週間だ。49日経つ前に、君に来てもらおう。一人で天国の扉をくぐるなんて。嫌だ。7週間のうちに君に話しかけたり物に触ったりして殺せばいいってわけね。包丁持って刺すとか簡単そうだけどね。ポルターガイストの制御がむずいとかあるかもしれん。お、何やら画面が変わった。行動を選択できるみたいね。話しかける、ポルターガイスト、夢枕、呪う。そして今は1週間目。4つの行動のうちどれかを7回実行できるってわけか。君を殺すっていう目的なら右2つが効果的ではありそうよね。物理的な効果がありそうなポルターガイストと精神的な効果がありそうな呪うか。夢枕も何をするのか気になるところではあるんだよね。右上のアイコンはセーブできるのかな？え、何回ヌスタのアカウントに飛んだんだけど。これ幽霊の子のアカウントよね。名前あなた君って、本当にあなたさんだったんだ。セーブはできなそうだけどヒントがあるっぽいな。あ、そうそうこのノベルゲームもマルチエンドだからね。まず最初はヒントなしでエンディングを見届けよう。まあ、ゲーマーとしてまずは全ての行動の効果を確認したいところだね。ゲーマーじゃなくてニーターでしょ。とりあえず話しかけてみよっか。アニメーションがめちゃくちゃ可愛い。君に話しかけた。君にはあなたが見えていなかった。話しかけても見えない、聞こえないじゃ意味ないわよね。霊感というやつがいるみたいだ。呪ったら霊感上がるのかな？あなたさんだけに、人を呪わば穴二つってことになりそうだけどね。つまんな。疲れちゃって少し休むみたいです。一週間が経った。話しかけるだけで一週間動けなくなるのか。君は、初めは学校を休んでいたけれど。また、登校し始めたようだ。あなたちゃんが亡くなったショックで休んでたのかな？あなたは平日昼下がりの君の家でぼーっと過ごしながら、パパとママのことを思い出していた。あなたは今頃、ママはあなたの友達の家に片っ端から電話をかけて、パパはあちこちに車を走らせているだろうなと思った。行方不明になっているってことかしら？遺体発見がされていないのか？自殺なのか、あるいは。君はやっぱりあなたには気づいていない。話しかけるだけじゃ殺せなそうよね。2週間目は別の行動をしてみるか。君を殺さないっていうのも一つの選択な気はするけどな。でもあなたちゃんが一人で天国に行くのはかわいそうよ。一般人が呪っても何も起きなそうな気はするしな。一番効果がありそうなのはポルターガイストかしらね。幽霊の存在にも気づいてもらえる可能性はあるわ。それじゃあポルターガイストしてみるよ。その包丁を君に向けて飛ばすんだ。ポルターガイストを起こした。
掛け布団越しに君に触れることもできなかった。あれ?ポルターガイストがまさかの包丁浮かせるだけ。まあ、例にもパワー的なものがありそう。この子のパワーはあまり強くはないのかもね。疲れちゃったから、少し休もう。ポルターガイストを続けていけばいずれ功を奏すかもしれないわよ。また一週間が経った。君が家で過ごす時間は案外少ない。そういえば、本屋でバイトしてるって言っていた。本当はついていきたいけど、あなたはもうこの部屋から出ることができない。自爆霊になっちゃった。あなたはしぶしぶ床に座った。ゼログラムのつま先がきしませるのは心だけだった。なんか歌詞にありそうな。ところどころで詩的な言い表現するわね、このゲーム。お、君くんだ。最近。また母さんかな、掃除しないと。あ、ポルターガイストのお片付けしてなかった？お母さんの方が掃除する側な気がするけど。なんか左上の表示が変わってるんだけど。真ん中のは、わら人形？一番左は空白のままだけど、何かこの印にも意味がありそうな気はするね。まあ、今のところは何もわからないから気にしなくても良さそうね。話しかける、ポルターガイストと来たら次は夢枕かな。そういえば夢枕って何？夢の中で、神仏や死んだ人などが現れて、告げ知らせることらしいよ。夢枕に立つとかよく言うじゃない？つまり寝込みを襲うってことね。それはなんか違う気がする。とりあえず夢枕やってみるか。枕フリフリしてて可愛い。君の夢枕に立った。夢にあなたちゃんが出てくることで君くんに何か影響が出るかもしれないわね。あなたは君の夢が、あなたのいない苦しみであればいいと願った。苦しませて追い込めば一緒に天国行けるかもだね。うん、楽しい思い出を夢見てほしいけどな。お、左上のアイコンが変わった。目のマークかしら？夢枕と何か関係があるのかしら？また一週間が経った。あなたは君に死んでほしいと考えていたが、それは勘違いで。本当は、ただ君と話したいだけなんじゃないかと考えた。切ないわね。でももう、考えても仕方のないことだった。残された時間はあと4週間しかない。このまま天国に連れて行くのを諦めるわけにもいかないね。なんか伏せ字が大量に。誰かがめちゃくちゃ叫んでるのかな？母さん。起きてたんだ。具合はいいの？何やら訳ありな予感。これからバイト行ってくるけど、何か欲しいもの。サプリって、まだ前のお金、払ってないでしょ。わかった。払っておくから。クズ親のためにバイトで稼いでいるのかな。なおさら天国に連れて行ってあげなきゃね。なんかあんた君くんを殺すことに随分と肯定的じゃない？そりゃゲームの趣旨だからね。本音は、イケメンはすべて滅べばいいと思っております。童貞のひがみか。そんなんじゃないやい。あなたちゃんのためにも本気でやりに行くよ。最後の残された選択肢、呪ってやる。呪ってる姿も可愛い。君を呪った。あんな感じで呪えるのかしら？ここにいるよ。心身と君を思う私が、ここに。さあ、どうなるだろうか。なんか左上のアイコン少しまがまがしくなってない？呪いが効果あるならどんどん呪っていくのが良さそうな気もするけど。また一週間が経った。今日こそ君と話せるだろうか。この首をもたげさせる静かな苦しみはきっと、諦めと呼ぶ。諦めるにはまだ早いよ。でも、好きな人の前でだけは、泣くわけにいかないのだ。その人に姿が見えてなくても、か。さあ、5週間目よ。なんかあなたちゃんの顔こんなんだったっけ？君くんも腹をさすってるわね。さすがに5週間目のカレーはダメだったか。まず5週間分のカレーを作るのが大変だわ。普通に呪いの効果じゃないの？これ。あなたちゃんの霊力も上がってるとか？で、今回はどうすんの？そうだなぁ、そろそろ話しかけたら気づいてくれそうじゃない？運動かしら、目の前にいるんだから今気づいてなきゃおかしい気はするけど。声だけでも聞こえるかもしれないしなぁ。あなたちゃんが気づかれるのを諦めてるのを、私は見過ごすわけにはいかないからね。ということで話しかけます。このアニメーション見たかったのもある。君に話しかけた。君の方が死んでいるみたいだ。呪いが効いてる？呪いの効果はかなりありそうだね。ただ、話しかけるのはまだ意味がないのかも。君くんに気づいてもらわないといけなそうな気もするわ。疲れちゃったから、少し休もう。また一週間が経った。あと、少ししかない。もう残り2週間か。つまりできる行動の回数は2回。
君なら、来てくれるはずだ。もう時間がないね。4つの行動のうち目に見えて変化があったのはやっぱり呪うかしら。愛ほど歪んだ呪いはないからね。最強の先生の言葉パクるのやめてもろて。まあ、もう呪うしかないよね。死ね死ねビーム。それはどこかの会計がリア充に撃ったやつ。君を呪った。黒い光だ。黒い光？真っ黒黒すけ出てきちゃった？光が足元で粘っこくまたたいている。なんかすごくまがまがしいことになってるわね。普通にこのまま行けば君を呪い殺せるんじゃないか？疲れちゃったから、少し休もう。あなたが幽霊になってからもう、48日過ぎた。明日は、あなたにとって運命の日だ。命は不可逆で。納得なんてこれっぽっちもできるわけがなかった。達成したいくつかの満足を。これが一番なんだって、だからよかったんだって大事にしゃぶって。そうやって不幸を薄味にするしかできない。ポン酢を少し足すといいよ。何のアドバイスだよ。ふわふわで弱々の可愛い生き物になんか。納得できるわけなかった。私もふわふわで弱々だからよくわかんないや。まだくんの人生は地に足がついてないものね。確かな予感があった。お、何の予感だ？今日は何かが違う。人間みたいにキッチンの隅っこで、眠るふりをしてまぶたを開ける。これは。君くんに、見えるようになった？君と目があった。私もコミュ障だから最初に会って言っちゃうのわかるよ。これは驚きのあだろ。君があなたを見ている。頭の中で、甘くて真っ黒な炭酸のジュースが弾けた。脳しるしわしわだね。甘い甘い刺激的な本流が、頭から止めどなく流れて、あなたの胸をいっぱいにする。やっぱり、君だった。ちょっと、君があなたのことを君って言うとややこしいって。何言ってんのかわかんねえ。幽霊とか信じてなかったけど、思ってたんだ。こんなことをするのは君だけだって。日常的にいたずらしてたもんな。そうでしょ？どうしよう。何言ったらいいかわかんないよ。何しに来たの？君を殺しに。大胆でドストレートな告白だな。では明らかに二人の様子おかしいよね。あなたちゃんは怖いし、君くんは体調かなり悪そう。まあ、多分二日酔いだ。呪いの効果だっつーの。さあ、七週間目。最後の行動ね。正直このまま呪えばいいんだろうけど、あなたちゃんまで崩壊しそうな予感がしてならないんだよね。それじゃ、どうするの？せっかく君があなたちゃんに気づいてくれたんだから、素直に話して一緒に天国に行ってもらえばいいんじゃないかな。まあ、精神崩壊してそうだもんね。ここで話しかけるの出番ってわけだ。今までは気づいてもらえなかったから不発だったけどね。ということで最後は話しかけます。あなたは、最後の行動を起こした。さあ、これでどうなるかね。一発でブルーエンドいけたら天才って呼んでいいよ。あなたは、愛のための暴力が好きだった。DV 男と付き合いそうな考え方ね。やってはいけないことほど。それをしたら、相手のためにここまでできる。証明になると思ったのだ。でも、とうとうあなたは現実と何の関わりもなくなる。疲れちゃったから、少し休もう。話しかけた内容とかはどうなったんだ？あなたは、そう遠くないうちにこの世界からいなくなってしまうことを、君に伝えた。だから、一緒に来てほしい。あなたのシンプルで破滅的な求愛に君は、ただ、黙った。まあ、困るわな。それから、もう少しだけ考えさせて、と言って、部屋に行ってしまった。深夜のキッチンの窓から、光がほろりとこぼれている。そうした日には、少しだけ、あなたの心は素直になる。頭がクリアになる。けれどもそれはとても眩しいから、あなたはそれを背にして座った。私、間違ってないよね。難しいね。この7週間の行動が最善だったのだろうか。こんなになっても君に会いに来たら、よく頑張ったねって。会いに来てくれて嬉しいって。君なら言ってくれると、思ってたの。
は、え？授業始まってる？これは、過去の回想かな？走馬灯なのかしら？何度か起こしたんだけど、君の友達もみんな行っちゃったよ。これはあなたと君の出会いなのかな？嘘じゃん。ああ、おはよう。おはようじゃないよ。次、移動教室なのに。そうだっけ？そうだよ。え、もしかして待っててくれた？移動教室なのに起こしてもらえないのなぜなぜ？それはあんたがぼっちだからでしょ。みんな行っちゃったのに。だって、誰も起こさないから。友達がいても起こされないことあるんだね。ありがとう。でも帰国するくらいならサボる。その間何する気？食べる？とか？あなたは輝かしい過去を夢見た。あなたと君が知り合ってすぐの頃の夢だった。あなたはこの日まで、君をつまらない人だと思っていたのだ。面白い男、だったわけか。結局、君は帰国しながら授業に向かったけれど、悪い子のあなたを置いていって、ぼんやり窓を見上げると、外はすっかり秋の色になっていた。あなたが生きて最後に見たのは、どっしり重たそうな雲が、ピカピカの青色を背景にいくつも浮いている、夏の空だ。あなたはその日、君と花火を見に行く約束をしていた。花火を見れずに亡くなったってことか。ってことは自殺の線が薄くないか？とすると、他殺？何か思い出しそうだったが、君が部屋から出てきたことで、考えるのをやめた。だから僕は音楽をやめた。関係ねえだろ。大事なところなのに、考えるのやめちゃったよ。おはよう。おはよう。なんだか、夢を見たよ。去年あたりの。私のこと置いてった時のやつ？君が遅れてたんでしょう。えへへ、そうとも言う。クレヨンしんちゃんボイスで再生される。あの頃は、こんなに話したりしなかったよね。私の友達ともそんなに話さなくて。それに、ちょっと話しやすくなったの。私のおかげだと思ってるんだけど。レッスン料いくらですか？脱ぼっち塾じゃないのよこの子は。そう？そう。だんだん私の知らないところで友達増やしちゃってさ。友達が君のこと好きになっちゃったらどうしようとか。反対に、君のいいところが誰にも分かってもらえなかったらやだな、とか。そういうの全部言ったら、めんどくさい子って思われるかもしれない、とか。好きな人のことは分かってたいの。なんでも。でも君は、優しくて律儀だから。これから先、私の知らない友達に囲まれて君が生きていくって思ったら、無理だった。絶対。こんだけ思いを伝えているんだから答えてくれよ。思い思いってごじるの悪意あるだろ。本気で言ってるの？え？いや。何それ。嘘だったらここまで来ないよ。後がないから、こんな話もできたんだし。そうだよね。なんでもない。君はこういうことで嘘はつかないよね。何の話？結論から先に言うけど。どうなるんだ？君とはいけない。そんな、やっぱあの時呪っておけばよかったぜ。こんな可愛い女の子を見捨てるのか？顔で判断すんなよ。ゴーと強い風がこの部屋に吹きすさんだ気がした。アーチーチーアーチー。それはゴー。悲しくて許せなくて。全部めちゃくちゃにしてやりたい気持ちでいっぱいなのに。それなのに、安心しているあなたがいることを、どこか遠い感覚で眺めていた。君とあなたの間に、薄い膜が張っているようだった。この膜が、君とあなたの生きる世界の断絶だ。あなたはずっと自分が、自分の世界の主役だと思っていた。だからあなたの世界が終わるときは、流れ星が燃えるみたいに、シンデレラのお城みたいに、ドラマの最終回みたいに、映えも味もバッチリのご褒美があると思っていたのだ。ごめんね、でも。いい、聞きたくない。わかっていた。君は普通のいい人だから、絶対にそう言う。ああ、このままだと本当に殺してしまう。何か思い出しそうだったが、君が部屋から出てきたことで、考えるのをやめた。ちゃんと引きずるから、一生。未練なんて、ないわけがない。納得だって、できるわけない。でも、普通のいい人の君にここまで言わせられるのは、きっと世界であなただけだ。嘘、ついたらたたる。あなたは床を見つめた。何かがすぐそばに来ている。忘れたくても、忘れられないよ。君みたいな人。悪口じゃないよね。
と聞き返そうとしたが、視界がまばゆく城で覆い尽くされていく。そうか。冗談を言えるようになるくらい、友達ができたんだ。あなたがこの現世を離れて、実に49日もの月日が経っていた。あなたは妙に寂しくなって、友達のことを思い出した。あなたの友達は、今も、あなたを探してくれているだろうか。パパもママも、突然いなくなったあなたを、今も探してくれているだろうか。あれ？そういえば、なぜ、君は、ここに来たあなたを最初見たときに、幽霊だなんて言ったのだろう。そうか、まだ死んでると分かったわけじゃないのに。君はあなたの死について何か知っているのか？ノーマルエンド、模範解答は大抵薄味。ノーマルエンドか。まだまだ真相は闇の中って感じだったわね。このゲームのエンディングは6種類あるみたいだから、全部攻略して真相を突き止めていこう。今日は時間が長くなったからここまで。次回に続く。